それでは探索開始だ。止まってられないよね。1月31日、もっと猶予があれば備えも万全にできたろうな。気をつけろ、敵だ。どうする？シャドウがいます。宝箱ですね。開けてみましょう。このフロア、一通り調べられたみたいです。あの、皆さんとここまで歩んできたこと、私決して忘れません。やっぱり来よったか。貴様、もう一人の連れはどうした？高屋なら先へ行ってもろた。あの人はわしなんかより何歩も上まで生きるお人や。それよりこないな場所まで来よるとは、本気でニュクスと張り合う気らしいな。あなたたち、どうしてニュクスのことを？死んだいくつきがいろんな場所に残しとった記録を集めさせてもろただけや。もっとも妄想が混じっとってなんやわからんところもあったけどな。いくつきを知ってたってこと？お前らの元締めやったみたいやな。調べとって驚いたで、ほんま。まあわしらかて名前知っとるっちゅう程度や。あいつはわしらを作った研究員の一人やさかいな。お前たちを作っただと？あなたたち本当は一体何者なの？そないなことを知ったかてもうしまいやろ。お前の相手をしている時間はない。そこをどけ。でけへんな。お前ら風情がニュクスを止められるわけあらへん。けど高屋の邪魔する言うんやったら許しておかれへん。あんた自分の言ってる意味わかってる？ニュクスを止められなきゃ今日で全部の命が滅びんのよ。だからこそや。どの道わしらは長く生きられへん。ならその前に見たらなあかんやろ。こいつは高屋の望みや。死んでも譲られへん。そんな。さーて、喋っとってもしゃあないやろ。本気で相手したる。来いや。どう転んだかでこれでしまいや。全部出し切ったるで。
決める。やらなきゃ。来て、ペルソナ。急所をつく。アルテミシア。私の覚悟、アテナ、お願い。一気に立つ。必殺です。高屋ほどやないが、わしかで進歩しとる。お前らの弱点覗かしてもらうで。さあ見せてもらうで。王女せや。当たらないって。この相手の解析を進めますか。どうする。決める。今なら来て。一発。倒れへんで。この状況なら決めてやる。やってみせます。アテナ発動。まだまだ本番はこっからやぞ。準備してきとんはお前らだけやない。今こいつで目にも見せたら。とっておきやよう味わえ。痛い。なんか当たって。こんなのここはどうってことないっての。違った。やらなきゃ。急ぐ。ありがとうございます。攻め時か。アルテミシア。この状況は当てだ。王女せえ。よっか。どうする、ペルソナ。この場面なら来て、ペルソナ。倒れへんで。急所をつく。これでどうだ。エネルギア召喚の時です。今ならいけそうです。これが私の役目。負けへんで。ここは死んでも倒産からな。ドーピング。ここはダメ。ペルソナ。これほどの効果、副作用も。なんて執念だ。引き金を負けない。この状況ならアルテミシア。決断の時です。アテナ発動。ペルソナ。ダメージ。はあ。決める。倒れへんで。次は一足。支援者する。ありがとう。この一手で行くぞ。アルテミシア。
通さんからな。このままじゃ。ここはペルソナ。この場面ならペルソナ。ありがとうございます。助かった。攻め時か。決めてやる。結局語れへんか。とどめ刺さんでええんか。高屋のためやったらわしはどんなことかてするで。なぜあんな奴にそこまで肩入れする。お前らには分かれへんやろ。ほんまの暗闇の中で高屋はわしに光をくれたんや。何年前やろな、影時間への適性っちゅうんがまだよう分かっとらんかった頃や。ペルソナを使える人間を生み出すために身寄りのないガキが霧城の手で集められた。このタルタロスの中を探らすためや。何？けど実験で無理に引き出すペルソナは自然覚醒とは違う。制御に問題が出る。決体だ。薬飲んどらんと最悪自分自身のペルソナにやられてまう。はじめ100人もおったガキが実験凍結までの半年でたったの3人や。そんな、じゃあその3人が。お前たちも霧城に運命をもてあそばれた被害者なのか。高屋はわしをその闇から連れ出して教えてくれたんや。過去にとらわれず未来を望まず今この瞬間だけを生きる。霧城のことなんかは正直もうどうでもええけど、高屋の望みだけは叶ってもらわな。あんた長いしすぎたか。もう話を聞いている時間はない。上へ抜けるぞ。あ、でもこいつまだ。アホが、哀れみなんぞ受けん。迷うな。ニュクスを倒し損ねたら全てが無意味になる。わかりました。ちくしょう。行くぞアイニス。ずら下げてゾロゾロ来よった。お前らなんぞに食われてみっともない姿さらせるか。信じとるで高屋。望み叶うてな。あんたにもろた自由最後まで貫いたる。おい、今のまさかあいつ。振り向くな。行くぞ。ふざけんなって。
よし。どうしたの？がいるな。シャドウいたよ。宝箱ですね。開けてみましょう。では行きましょう。ですね。気をつけろ、敵だ。ねえ、宝箱置いてあるよ。シャドウがいるな。こちらに宝箱が。シャドウ発見。どうする？この先が頂上か。陣を退けたのですね。困った方たちだ。時この後に及んでまだ戦おうというのですか？間もなく世界は終わろうというのに。残念だったな。終わらないさ。俺たちが止めてみせる。無粋なことはおよしなさい。それよりも最高の祝祭を雑念なく待とうではありませんか。あなた方と共にというのも存外悪くない。鬱陶しいっての。そんなのダメに決まってんでしょ。私は気づいた時には未来を奪われ望まぬ力を負わされていました。しかし故に知ったのです。未来などという無形のものを思うことは妄想に過ぎぬと。今という刹那に最高の輝きを求め、それを重ねることで魂は満たされるのです。だから私たちは求めた、今を最も輝かせる最大の祝祭をね。わけわかんねえことグダグダ言ってんじゃねえ。てめえのそんな個人的な盛り上がりに付き合って死んでられっか。個人的なものではありません。ご存知でしょう。私の言葉には多くの賛同が集まっている。それはニュクスの目覚めが近いせいで、おかしな事件なんかが増えてるから。それは順序が逆ですよ。考えてごらんなさい。ニュクスを復活させたのは誰ですか。誰か一人が成したのですか。正反対の目的のために立ったあなた方でさえ無意識に加担してしまっていた。そう、これは相違なのです。人は生に意味を見出せないと死を受容できない。
なのに世界はそうした意味をすでに失っている。そのことにもう誰もが気づいているのです。ニュクスはそんな閉塞感に満ち満ちた今という時代に望まれて訪れたのですよ。そんなの あるわけない。人が自分でニュクスを欲しがったなんて。だけど確かにそうかもしれない。アイギス、目的を探さない緩やかな生、緩やかな死、苦しまずに生きようとすること、それが間違いかどうかなんて私には分かりません。でも私はそれじゃ嫌だから、何かのため、誰かのための私でいたいから、だからここまで来たんです。それが私の生きるだから。私たちは一人じゃない。個人の不可能も仲間たちが変えてくれる。お前にはそれがない。だから滅びなんかが救いに思えるんだ。絆より孤独を選んだお前のそれが限界だ。我々の未来を奪ったキリジョンが我々の限界を口にするとは実に滑稽だ。しかしそれも仕方がありませんか。私に失敗の烙印を押した者たちらしい実に不遜な態度だ。だが運命が選んだのは我々だ。いいでしょう。そちらが生き方を主張するなら私もそうするまで。どのみちあなた方の行いは徒労だ。もうニュクスの訪れは目の前なのですから。焦らずとも、すでに祝福の時は約束されている。それがほんの少し早いか遅いかの違いだけです。気をつけてください。以前よりずっと危険な力を感じます。どうする、違った。使うよ。嫌な目をしますね。あなたには今何が見えているのです？希望とは実に滑稽だ。滑稽すぎて見るに耐えませんね。祝福の時はもう間近です。邪魔です。
やはり決して相入れないのですね。死を目前にしてこれほどの力、愛も変わらずどしがたい。邪魔です。ここは、いや、この相手の解析を進めますか。はぁ、決める。引き金を来て、セルサだ。この状況なら、行くぞ、アルテミシア。召喚の時です。ペルソナ発動。祝福の時はもう間近です。よし、行こう。祝福の時はもう間近です。どうする。来い。覚悟してよね、ゆかりちゃんの好き。やらなきゃ。お返しだね。この一手で決めてやる。この状況はアテナ発動。なぜです。運命は私を選んだはず。それがまたしてもまだ覚悟が足りないと。ならばつまらぬ教授など捨ててしまおう。私の全身全霊であなたをひざまずかせる。救済の時だ。ヒュッドロス。私、怖がって。これ、皆さんの心に恐怖が。嫌な予感がします。早く立ち直って。なんだ今のは。なぜ奴がテルキアを。早く、私がみんなを治さないと。キリジョー先輩、動けないかもしれません。この場面なら。あった。ありがとうございます。アイギス、ちゃんと動けるかな。キリジョー先輩、召喚の時です。動けないかもしれません。こんなことが。敗れたのですね、私は。動けない私にもうできることはない。さあ殺しなさい。待ってください。怖いですか。不思議なことを聞きますね。あなたは死を知らぬものなら、死を怖いものだと思っているでしょうね。それはどういう意味ですか。知らないからこそ恐れるのです。私は十分生きた。これ以上言い残すことなどありません。動けない者の命を奪ってどうなる。望みの者がやってくるかどうか、そこで待っている。お前なんてやったってしゃあねえしな。そこで悔い改めてな。変わった人たちだ。ついにここまで来たな。おそらくこの先がこの巨大なタルタロスの頂上、領事の言い残した約束の場所だ。
決戦に向けて編成を改めよう。